違う平八郎。山本周五郎。永禄十三年正月元日。尾張の国清洲城は祝賀の宴で賑わっていた。東海の雄、今川義元を田楽狭間にほふったのが二十七歳。それ以来、斎藤達興を下し、近江十八城を抜き、聖馬を買って、 摂津河内を蹂躙した織田信長は、異性ようやく天下を飲むの時期にあった。ことに前年の冬、伊勢の北畠智則を攻め破った後のことで、年賀の宴はそのまま勝ち戦の祝いをも兼ね、城内は歌舞完成にどよみ上がっていた。館の大広間でも主演まさに竹縄で、 珍しく奥方や次女たちをはべらせた信長は、機嫌よく逆付をあげながら、列座の書承詞の語る伊勢合戦の功名弾を聞いていた。祝宴は無礼行になり、みんな十分に酔ってくると、手柄話はいつか戦場の失敗弾に移り、一座は明朗な笑い声に崩れ始めた。すると、庭五郎左衛門が、 そういう話なら、拙者にとっておきの人物がある。我が君、小座教に家来を一命、これへ召し寄せとうございますが、お目通りお許し願えましょうか。と、死災ありげに言った。五郎左衛門が檻に触れて異彪外な笑いの種をまくことは、みんなよく知っている。よしよし、無礼講ゃ、呼ぶがよい。 信長も京割りげにうなずいた。五郎左衛門は立っていったが、まもなく一人の若者を連れて戻った。二十一か二であろう。痩せ形ではあるが、骨組みのたくましい体つきで、髭の反り跡の青々とした、目の大きな凛とした面だまし魂を持っているが、こうした晴れの席にはなれぬと見えて、どうやらブルブルと胴震いをしている様子だった。 申し上げます。五郎左衛門は妙な含み笑いをしながら。これは五郎座が伊勢攻めの前に召し抱えたものでございます。恐れながらお言葉を賜りまするよどうするのだまずお言葉を。信長は酒突きを手にしたまま、含み笑いをしている五郎座から若者の方へ目を移した。 余が信長じゃ。許す。表をあげい。はあ。名は何というか。若者は平服しながら。おそばまで申し上げます。ほん、ほんだへえ。直刀でよい。はっきりと申せ。はあ。 若者はさっと顔を青くしながら。本田、本田平八郎と申します。何本田平八郎とな信長は目を見張った。本田平八郎といえば、堺、酒薔薇、いいと並んで、徳川家の四天王と呼ばれ、当時天下に隠れなき豪遊の死である。 列座の人々も驚いて一斉に目を向けた。若者はその様子にひどく慌て、咳込んでどもりながら。いえ、いえ、それが、あれでございます。いや、あれではないのでございます。あれでないとは何だその、あの、あの豪傑の本田平八郎ではないので、 違う方の平八郎でございます。全く違う方の。わっは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 。割れるような交渉がどっと広間に溢れた。はっははは。信長も思わず笑って。そうか。違う方の平八郎か。面白いな。豪傑でない方の平八郎とは奇妙だ。 <laughs> 一度青くなった若者の顔が、今度はポッと赤くなり、何やら口の中でブツブツつぶやきながら、隅の方へ身を縮めてゆく。すっかり上がったその格好が、また笑いを誘う種であった。これが別の場合であったら、こんな結果にはならなかったかもしれない。 何しろ勝ち戦の祝いを兼ねた画縁の無礼孔ではあり、さっきから戦場の失敗談で一座の空気が明るく崩れているところへ、若者の挨拶がひどく離れのしない取り乱したものだったので、人々はただもう腹を抱えて笑ってしまったのである。ごろう座。やがて信長は振り向いて、まだ新参とかもしたな。 あ、伊勢攻めの檻に召し抱えましたもので。徳川の支店の鬼平八と同盟なれば、戦いのほどもさぞ目覚ましかったであろう。それがまた実に。しばらく、どうぞそればかりは。若者が驚いて五郎左衛門の言葉を遮った。しかし、こちらは構わずに膝をすめた。 拙者の持ち場は灘の口でございましたが、合戦が終わって馬を戻して参りますと、柏の木戸の空堀の中に、頭から枯れ草を被って震えているものがございました。敵か味方かわからず、二度三度声をかけますと、ようやく出てきましたのがこれで。どうしたのだと聞きますと、びっくりしたようにあたりを見回しながら、もう皆行きましたかと申します。 もうみんな行ってしまいましたかと。なんだそれは。さっぱりわからんぞ。拙者にも消せませんでした。つくづく尋ねてみますと、もう合戦のはじめに肝を潰して、空堀の中に隠れていたのだそうでございます。またしてもどっと笑い声が上がった。無類の臆病者だな。 信長は逆月を置いていった。平八郎、顔を見せ。はあ。ぁ。許す。世の目をつくづく見るのだ。平八郎は額にじっとり汗をにじませながら、恐る恐るその目をあげた。信長は目尻の切れ上がった鋭い目で、しばらくの間、居抜くように若者の顔を見つめていたが、 やがて、ご老座、と、振り返っていった。この平八郎を世にくれぬかそれはまかりなりません。ご老座右衛門は驚いて、これがあっぱれお役に立つべき勇士ならば、喜んで御意に従いまするが、かような臆病者をおそばへ差し上げ、 万一ご意向に関わるような失態をいたしましては。いや、有志豪傑なれば、世の旗本にいくらでもいる。世はこの男の臆病なところが気に入ったのだ。天下の鬼兵八と同姓同名を持ちながら、無類の臆病者だというところが面白い。ぜひ世に譲ってくれ。それほどのご根もなれば。 よし、もらったぞ。信長は持ち前の木場さで。平八郎、その方はただいまから信長の直進だ。遅孔を参れ、坂月を取らすぞ。遠慮に及ばぬ、地せき立てられて平八郎は半ば夢心地に執行した。信長は坂月を与え、 平八郎が押しいただいて口へ持って行こうとしたとき。平八、それは主従の固めであるとともに、ただいまから臆病を許す逆きだぞ。その方だけは臆病ごめんだ。強くなれとは言わぬぞ。よいか。はあ、許す。その逆きを干して戻せ。 実に、型破りの情景であった。さっきから、一座の笑いどよめく中に、ただ一人だけ微笑もせず、じっと平八郎を見守っているものがあった。それは上段に並んだ婦人たちの中の一人で、切れ長の目の艶やかな、左の口尻にほくろのある、鮮やかに美しい乙女である。 衣装や髪形の高貴さが示す通り、これは信長の夫人の妹であった。信長の夫人は美乃姫といって、美乃の斎藤道さんの娘である。彼女は美乃姫の妹でネー,ネーと呼び、父道さんが死んだ時、信長のもとへ引き取られたものであった。姉の美乃姫も美人で評判だったが、 ねえねえは、容姿が姉まさりであるばかりでなく、気性も強く、なぎなたと馬術にかけては、生中の若侍など遠く及ばぬ腕を持っていた。平八郎が酒好きをもらうまで、瞳を止めて見守っていたねえねえは、やがて静かに立って奥へ去った。おねえねネえー様、どうお遊ばしました 次女の村尾が追ってきた。ご気分でもお悪いのでございますかあのような席にはいられぬ。構わないでおくれ。それでも、五年賀の席をお外し遊ばしては足うございますもの。もうしばらくで済みましょうから、わがままを追せられず。わがままではありません。ねえねえは足早に自分の居間へ行った。 くるりと次女の方へ振り返った。眉が上がっているし、艶やかな僧の瞳は涙を含んでいた。さっきからの狼藉なありさま、そなたは見ていて何と思ったいかに無礼孔のご主演とはいえ、人の弱みを慰みものにしてあざきり笑うという法がありますかまあ、あれがお気に障りましてか。 どんなにくつろいでも武士には武士の作法があるはず。身分の軽い新参者だからといって座教の種に笑い恥ずかしめるなどとは、殿も列座の人々も情けを知らぬ卑怯者です。あれ、そんな高いお声で。卑怯者です。情け知らずの野人です。ねえねえは唇を震わして叫んだ。花びらをこぼれるつゆのように、 長いまつげを伝って、はらはらと涙がこぼれ落ちた。少しばかり派手ななびろめであった。何しろ強いということが人間の値打ちを決める時代に、臆病でお取り立てになるというのは桁外れである。もしこれがそのまま無事にゆくとしたら、かえって不思議と言わなければなるまい。 平八はお庭周りとして信長のそば近く使えることになった初めの日に、早くも自分が困難な立場に置かれたことを知らされたのである。彼の役目は信長の館を警護するもので、毎日館の庭へ詰めるのであるが、お取り立てになって初めてお役に就いた日、お馬屋口のところで向こうから来た二人連れの武士と出会った。 同役の人たちとは大抵もう引き合わされているが、その二人は顔を知らないので、目礼したまま行き過ぎようとすると。あいや、失礼ながら御意を得たい。と、一人が近寄ってきた。拙者はお旗本にて、室橋達右衛門と申すものだが、この度新規を取り立てになったのはご記念でござるか。申し遅れました。 平八郎はいきなり声をかけられたので、ハッとしながら腰をかがめた。いかにも、拙者はお庭回りとしてお召し出しに預かった、本田平八郎でござる。何本田なんとおっしゃる平八郎、本田平八郎でござる。よっ<や>相手はやっと言って、口と目を大きく開けた。 聞こうが、聞こうがあの。いや、い,いや違います。平八郎は慌てて手を振りながら。あれではござらぬ。あの合決の本田平八郎ではないので、違う方の本田平八郎でござる。あはあ、なるほど。相手はにやりとした。合決でない方の平八殿か。 豪傑でない方とすると、弱い方でござるな。ふん。つまり、弱い平八郎というわけか。なるほど。それでは、伊勢の戦で空堀の中で草をかむって震えていたというのは、気候だな。それには、実は、その、いささか、司祭があるので。面白い。その司祭を聞きたいな。 しかし、だが、いや、申しますまい。どうして言われぬ申し上げても分かっていただけまいから。心弱くも目を伏せる平八郎を相手はあざけるように見下して。さようさ。戦場は武士の屍を晒すべきところと幼少の頃より覚悟する我らには、 臆病未練の死災を聞いてもわかるはずはあるまい。お邪魔をつかまつったな。違う方の平八郎殿。かんだかく笑いながら二人は去っていった。祝宴の席に次ぐこの出来事が、上中における平八郎の位置を決定してしまった。それ以来というものは、とっかえひっかえ同じような問答に悩まされるのである。 もし彼がもっとよなれているか、ありふれた勇士豪傑の類であったら、こんな悲運を打開するのは造作もないことだったろう。けれど、彼の心はもっと純真であった。つまらぬ俗物たちに長老されるほど好きだらけな真実を持っていたのだ。大庭の梅林が満開を過ぎたある日。 お庭回りをしていた平八郎は、泉邸の下のところで、五六人のおそば御将たちに取り巻かれた。織田の荒御将と言われるくらいで、年はまだ十五六から七八までだが、腕っぷしの強い鼻息の荒い連中である。ああ、しばらく、しばらく待たれい少年のくせに頭から王、OK、兵なのは、 言うまでもなく、くんちょうを傘に着ているのだ。今度新しくお庭周りに召し立てられたのは、きれんではないかいかにも。平八郎はまたかと思った。その顔を小意地の悪い目で見つめながら、年傘の一人がのしかかるような調子で言った。聞けば元、 庭長秀殿の家臣。つまり陪身であった者を新たにご時期さんとしてお召し出しになったそうだが、伊勢合戦にはよほどの手柄をお立てなすったのだろうな。我らは過分にして、と次の一人が畳みかけて。一向にその次第を存ぜぬ。工学のため手柄の様子を受けたまわりたい。一番やりか 一番首かそれとも一番乗りか詳しくお話し願おう。ごくりと唾を飲む平八郎の様子を見て、彼らの態度はますます傲慢になった。さあお始めなさい。ご謙遜には及ばぬ。我らも幸運にあやかりたい。お聞かせ願おう。それとも 故障などに手柄話はなさらぬというおつもりかそれなら我らにも覚悟がある。決して。平八郎はもう頬を赤くしていた。決してさようなわけではない。手柄と申したところで、実は、いや、お話申すほどのこともなく、話すほどのこともない。 古うたちは押し返して、一番槍も一番首もないというと、では、かぶと首の二三うというところか。それともまた、ずに乗ってつめ寄ろうとしたとき、おやめと、鋭くさえぎりながら、一人の美しい姫が古うたちと平八郎の間へ入ってきた。おねえねえ様である。 眉が釣り、濡れた黒玉のようなうの瞳は怒りに燃えていた。そなたたちは何事です。まだ前髪の分際で世間の噂を聞きかじり、相手のおとなしいのをいいことに長老するとはみさげ果てた仕方。さ、お詫びを申してここをお下がりなさい。ほあ<う>。いかに荒ょうでも、 おねえねえ様には手も足も出なかった。年かさのがぺこりと抵当するのにつれて、みんな一つずつお辞儀をしながら逃げるように去っていった。おねえねえはそれを見送ってから、本田様とおっしゃいますのね、と静かに振り返った。平八郎は相手が何者であるかを知らない。けれど、 言葉の調子から考えて、およその身分の見当はついた。は、ホンダ平八郎。あの、豪傑ではなく、違う方のホンダ。お待ち遊ばせ。おねえねえはきっと遮った。なぜそんな断りをおっしゃいますのはあ、それは、あれなのです。 元旦の祝賀の折にも私冗談にはべっていて伺いました。どうしてそのようにいちいちお断りなさいますの他に何千何百人の本田平八郎がいようと、あなたのお名が本田平八郎なら、そんな断りを言う必要は少しもないではございませんか大勢の通りです。平八郎は耳まで赤くしながらい、 それは仰せの通りなのです。けれど、徳川家の豪傑、天下の鬼平八郎と間違えられはせぬかと思うと、つい断らずには。そんな弱い心で立派な武士が。男勝りのねえねえはキリキリと唇を噛んだが、相手の恥ずかしそうな顔色を見ると、なじるような口調を急に変えて。 ま、こちらへ来ておかけあそばせ」と自分から先に泉亭へ入っていったそして平八郎が来て腰掛けへかけるのを待っていった「あなたは伊勢の戦に空堀の中で草をかぶっていた」と聞きましたが私にはとても信じられませぬ本当なのですかふがいないことですが本当です そんなにあなたは命が惜しいのですかそうではないのです。いや、そうでないと言っては嘘かもしれません。お話申し上げたいが、聞いてくださりましょうか。そう言って振り向けた彼の目は、母にすがる幼児のような切ない色を叩えていた。ねえねえはその目を抱きしめるように受けて頷いた。 拙者は、ひだの国、大野郡で生まれました。と、平八郎は静かに話し出した。家は数代伝わる豪氏で、父は本田一の神と申します。祖父は平八郎と言って、北条氏康の帰化に豪遊の名を挙げたとか、それにあやかるようにと、父は祖父の名を拙者につけてくれました。 拙者も各戦国の世に生まれたからは、あっぱれ戦場に巧妙手柄を立て、一国一城の主になりたいという野心に変わりはなく、幼少の頃より武道を戦一に励んでまいりました。そして、自分の口から申しては恥ずかしいござるが、武士一通りの腕は鍛え上げたと思っています。けれど、初めて故郷をいで、伊勢の戦に臨みましたときに、 思いもかけぬことが起こってしまいました。思いがけぬこととは古種、庭殿の陣場は、なだの口でございましたが、合戦の始まるとともに、拙者は前へ前へと馬を進めました。そして、良き敵もがなと馬上に伸び上がりながら、我こそは本田平八郎、と名乗ったのです。すると、城兵の中から、 店入道、大河内のりみなどという名だたる勇士の人々ばかり七八期。本田平八郎とは良き敵ぞ。我こそ相手にならん。我こそ首をあげん。と、槍を揃え殺到してきたのです。平八郎はブルッと身震いをした。おそらく、その時の凄まじい光景を思い出したに相違ない。 それから一息ついて続けた。何しろ、こちらは全くの初陣です。あ、徳川の本田平八郎に間違えられたな。と気がついた途端に、何とも言えぬ恐ろしさで身がすくみ、我を忘れて逃げ出してしまいました。そのお気持ちはつくづくわかりますわ。 今でも目に見えます。その時の彼らの勢いと言ったら、何しろ天下の鬼平八郎と思っているのですから、首を上げれば戦国の手柄とばかり、無に無んに突進してくるのです。それは実に千匹の悪鬼が押し寄せるかと思われて、逃げたのも全く夢中でした。平八郎はぐっと下唇を噛んだ。 おねえねえには男の悲しい運命がつくづく分かった。そして勝ちきであるだけに愛情もまた一倍な乙女の心は不思議な力で平八郎の方へ激しく惹かれるのを感じた。おかわいそうに、そう言ってやりたかった。元旦の宿宴で初めて彼を見て以来、その肩幅の広いたくましい体つきや、 濃い一文字眉や、世俗の赤に染まぬ凛とした目を、ふとすれば眼前の幻に描く自分に気づいて、人知れず方を染めるようなことさえあったのである。ようこそお話しくださいました。ねえねえは形を正していった。世間の者が何と言おうと、私だけはあなたをただの臆病者とは思いませぬ。 あなたが戦場をお逃げになったのは、徳川の本田平八郎殿と間違えられたからでございますわ。けれど、平八郎様、こうお考え遊ばすことはできませんかしら。天下に本田平八郎はご自分一人。他にあれば、それこそあなたの偽物だというふうに。ほう、はあ。あなたは日の本の弓取り。 織田信長公のご直身ではございませぬか。鬼平八郎殿が豪遊でも、あなたに比べれば三河の古代名の家来。あなたこそ威張って本田平八郎と名乗れるはずです。そうも思うことは思うのですが。弱いお心ではいけませぬ。あなたは今、ご自分の心にある幽霊のために怯えているのです。 自分は徳川の本ンではない、違う平八郎だと思う、その弱い心が、幽霊になってあなたの心をくじくのです。平八郎様、その幽霊をお捨て遊ばせ。本ン平八郎は我一人、我こそ天下ただ一人の平八郎と思いなさいませ。できます。必ずあなたにはできますわ。 平八郎は伏せていた目をあげた。その目の底に光り始めている力を見て、おねーネーは思わず平八郎の手を握りながら言った。ねーネーは信じておりますわ、平八郎様。あなたは、小田家随一の大将になる方です。ねーネーの夫は、一国の主たるべき方です。お あっと言って立ち上がる平八郎の前を、おねえねえは耳までくれないに染めながら、すり抜けるようにして走り去った。しかし、平八郎を驚かしたのは、夫という言葉ではなくて、ねえねえというその名であった。身分ある姫とは思っていたが、まさかねえねえ姫とは思いも及ばなかった。身の終わりかけて、 その美しさと男に勝る女丈夫で知らぬ者なきねーネー姫。その人が今自分の前にいたのだ。その人が自分の手を取って。おお<う>平八郎は恐れとも喜びともつかぬ胆性を上げた。姫は彼のことを織田家随一の大将となるべき人間だと言った。 あの時の柔らかい、熱い指に込められた力は、まざまざと血の中へ染み入って離れない。そしてさらに、自分の夫たるべきものは、一国の主と。そうだ。平八郎はぐっと空を仰いだ。俺は、天下にただ一人の本田平八郎だ。それでいいんだ。 他に平八郎はいないんだ。俺こそ本当の本田平八郎だ。鬼平八郎とは、この、この、俺の、ここにいる、俺が。目は、色みかかるように空を眠め上げたが、そう決心する後からくたくたと気はくじけていった。平八郎は俺一人と思いきるには、 あまりにかけ離れた相手である。徳川家における本田忠勝は、十三歳の初陣以来、戦って功をなさざることなく、いい、酒原、酒井と共に、四天王と呼ばれて、雷名隠れなき優勝である。それに比べてこちらはどうだ。ここに立っているこの自分はどうだ。 これは、無理だ。到底、この俺には。何をしておる、平八。不意に耳元で呼ばれて、平八郎は思わずハッと飛び上がった。見ると、次女二名を連れて、信長が立っていた。あ、こ、これは、上様。今更慌ててもしようがない。 今ここで何者と密談しておったのだ。別に、決して、その密談などという。隠してもダメだ。信長の大きな目は鋭く光っていたが、その唇は微笑を含んでいた。戦場では臆病なくせに、こんな方面には馬鹿に達者ではないかうんそれが、 まるで違いまする。つまり。言い訳は聞かぬ。奥庭で女子と密会するなどは固いハットだぞ。しかし、まあよい。その勇気があれば結構だ。近いうちに越前へ攻め下る。その方には留守をさせようと思っていたが、その勇気にめでて軍人の友を許すぞ。はっ それは片付けのございます。なんだ、もう震えているのか。信長は声高く笑いながら言った。そんなことでは、とてもねえねえお妻にはできぬぞ。狙っている猛者が降るほどいることを忘れるな。a 6十3年4月。 同月二十三日、開元して元気となる。織田信長は、自ら聖馬を進めて越前に下り、朝倉義景の金ヶ崎、鉄津の二条を取り囲んだ。この二条は、妖怪堅固の地で、土地不安内の寄せては苦戦必至と思われたが、木下東吉、明智光秀の両地望を集めて奇策を立て、それが見事に功を収めたために、 呂城、領をわずかに二日で陥落せしめた。平八郎は、信長のばっかにあって、金ヶ崎城にかかっていた。今度こそは人角の手柄を立てるぞ。臆病者のお命を注いで、立派にお姉姉様の出迎えを受けるのだ。固く決心していた彼は、金ヶ崎大手がかりに詰め、合戦の至るやお祖師と待ち構えていたが、 鉄筒の城を攻め破って、木下柴田勢の合するとともに、総攻めを開始するその陣頭へ、猛然と馬を煽って突進したのである。それまではよかった。ところが、城中から朝倉影常が手勢二千を率いて切って出るや、たちまち凄まじい白兵戦が展開し、平八郎はその渦の中へ巻き込まれながら、いやあや 我こそは、終わりの国に去るものありと知られたる、本田平八郎と、声高く名乗りかけた。すると、敵の人数はどよみ上がって。おう、ホン平八郎とは良き敵ぞ我こそ剣山、我こそ相手にならん口々にわめきながら、兜武者七八期を先頭に、二十期余りがダーッと寄せてきた。 そのすさまじいこと。平八郎は慌てて馬上に伸び上がり、槍を高く上げながら。いやあ、せくなせくな田平八郎にはそういないが、あの有名な鬼平八郎ではないぞ豪傑平八郎ではなく、別の平八郎だただの本田平八郎だぞ間違って後悔するな 合戦の最中に正し書き付きの名乗りを挙げるとは奇手列である。一生懸命に叫んだがわかる道理はない。むやみに、本田平八郎、鬼の平八郎というように聞こえるから、敵軍の名ある勇者たちはいずれも相手を捨てて。心得たり、本田平八郎、剣山戦ノクナー平八郎我こそ相手ぞ 先を争って殺到する。ダメだ。彼らは間違えている。そう思った刹那。平八郎は骨の髄から寒気立ち、夢中で馬首を回すと、シャニムにそこから逃げ出してしまった。そのまま、彼の姿は戦場から消えたのである。金ヶ崎城が陥落して、戦勝の馬寄せが行われた時、 まず、信長が彼のいないことを発見した。見かけたものはないかと調べさせると、総攻めの時、確かに先人を築していました。というものが2、3あったし、また、いや、何でも、拙者は豪傑の平八郎ではない。違う平八郎、ただの平八郎と、しきりに断っているのを見かけました。 申し出たものがある。ただの平和一郎か。うははははは。周囲にどっと笑い声が上がった。信長も苦笑しながら。あっぱれな臆病ぶりだな。またその辺に隠れているのであろう。誰か探して参れ。もう大丈夫だと言ってな。再び。 周りに笑い声が起こった。一時ほどの後、庭長秀の手の者が、戦場からずっと離れた藪の中に、馬の首へしがみついて震えている平八郎を発見して連れ戻った。信長は、焦然として現れた平八郎を見ると、正義から立ち上がって、どうした平八と、笑いながら声をかけた。 貴様、合戦の最中に断りを言っていたそうではないか。はい、何しろ。平八郎は泣きそうな顔で。その、向こうがどう断っても徳川の平八郎と間違えますので、それで拙者にしましても、また先方にも迷惑であろうと。 切るか切られるかという必死の場合に迷惑もクソもあるかそれは、考えてみれば、魚医のごとく。まあ、よい。考えてみるに及ばぬぞ。貴様のいるおかげで、戦の凝りが落ちる。合戦が陽気になっていい。初めから臆病は許してあるのだ。これからも精出して臆病を稼げ。 見たび、わっと笑いが爆発した。金ヶ崎、鉄筒を抜いた小田軍は、さらに進んで朝倉義景の本城一条谷に迫ろうとした。ところがその時、清須から驚くべき放置がやってきたのである。死者は三名。しかも、 意外なことには、その中に断層のねねネー姫がいた。バカなことをする。爆栄へ死者を迎えた信長は、おねえねえの姿を見つけて目を怒らせた。戦場は女の遊び場ではないぞ。お叱りは後にいただきまする。おねえねえは長い気流の後とも見えぬさえざえとした目に、 強い意志の光を見せながら言った。上様のご運の後輩に関わる大事なお知らせ。老身どものいさめを押し切って死者に加わりました。直ちに兵をまとめてご帰国遊ばしませ。何帰れというか。大海の浅井長政が帰京をいたしました。六角義方も、 共に上様の退路をたって、越前軍と胸撃の策を巡らせております。信長はさっと顔色を変えた。浅井長政とは隕石関係にある。すなわち、長政の妻は信長の妹であった。そればかりでなく、両者は国境を接して、常に真摯保者のよしみを保ってきたので、 この突然の警報は、さすがの信長をも愕然とさせた。金ヶ崎鉄筒はほふっても、朝倉義景はまだ一条谷によって、隙あらば反撃しようと牙を研いでいる。ここでもし、浅井六角が背後に立つとすれば、織田軍の運命は逆としがたきものになろう。信長は即座に心を決めた。 よし、潔く退陣しよう。と、将棋から立つ。池田、木下、柴田、佐久間を呼べ。上様。おねえねえは下がろうとしながら。平八郎殿はご無事でございますか平八信長は振り返ったが。そうか。 おねえねえは平八に会いたくて来たのだな。世の戦を気遣ってきたと申したのは嘘だったのか。太いやつめ。もったいない。さ、さようなことが。あでやかに見ようような汗の浮いた顔がさっと赤くなった。信長は笑って。言い訳なら聞かずともよい。遠路の使いにめでて許してやる。 行って会って来い。あの、お許しくださいますか誰ぞ平八を呼んでまいれ。側近の侍が走って行った。そこへ、柴田勝家、池田信照、木下秀吉、佐久間信盛らが走りつどってきたので、お姉姉はそっと幕影の外へ出て行った。 探しに行った侍は間もなく戻ってきた。そして、平八郎がどこかへ身を隠したことを告げた。身を隠したとはおねえねえはドキリとして。まさか、脱走したというわけではあるまいね。それが、どうもそうらしいので。そうらしいとはプグ、旅能。 ま、何一つ残っておらず、どこへ行ったか誰も知るものがござりませぬ。命、ね、なくして持ち場を離れることは軍令に背きますゆえ、おそらくは。おねえねえはきっと唇を噛んだ。遅かった。まさに遅かったのである。平八郎はおねえねえが死者の中にいるのを見たのだ。そして彼は、 そのまま陣営から逃げ出してしまったのだ。信長は越前攻略の軍を治めて帰った。朝倉、浅井、六角を相手に運命をとしての合戦が始まるのだ。信長は三河の徳川家康に援軍を来い、兵備を改めて一大決戦の体制を整えた。これが有名な姉川の駅で、 信長の生涯を通じての最も苦戦した戦であり、同時にまた、その天下における覇権を確実にしたものであった。信長の兵はおよそ二万三千。徳川家康はおよそ五千の兵を率いて成城。姉川南岸に陣した。これに対して、浅井長政は兵八千。 越前よりの援軍、朝倉景明の兵一万余機で、兵数は遥かに劣っていたが、その息は恐るべきものがあった。戦は極めて機微のうちに進退していたが、ついに、元気元年六月二十八日の仏業。織田軍の戦方が姉川を渡って迫るのを合図に、決戦の幕は切って落とされたのである。 戦の第一弾において、朝倉勢と矛を交えた徳川軍は、川を挟んで攻防相半ばにしていたが、第二弾に移るや、にわかに朝倉の反撃鋭く、徳川の陣はみるみる崩れたって、まさに家康の帰化も危うく見えた。同時に一方では、浅井軍の優勝、磯野和明は、死兵千五百を引っ下げて殺到。 織田の先方、酒井正久を撃破し、池田信輝を破り、さらに、第三、第四の陣を粉砕して、ほとんど信長の陣を犯さんとした。その時である。槍足軽の一人が、不意に信長の前へ進んで、上様、ご安度遊ばせ、拙者がおります。と、槍を伏せていった。誰だ。 私でございます。というのを見ると、意外にも越前で失踪した本田平八郎である。信長は驚いた。驚くとともに呆れた。その方、平八ではないか。はあれ以来、森様の槍足軽として、恐れながらご馬前を守護しております。 何事が起こりましょうとも、平八存命の限りはご安堵遊ばせ。安堵しろと申して。信長は思わず苦笑しながら。世は別に何でもないが、そっちは大丈夫なのか見れば震えている様子ではないか。い、いえ、大丈夫でございます。はははは。 信長は勘高く笑った。よし、よし。よく出て参った。心配する用はない。戦は勝ちに決まっておるのだ。出ると危ないから、その方はここにいて見物せい。いや、いや、しかし。見ろ見ろ。池田目が盛り返すぞ。信長は鎧の袖をはねて立ち上がった。 徳川軍もようやく勢いを挽回し始めた。織田軍も奮然反撃を開始した。そして、榊原康政が川を渡って朝倉の側面へ奇襲の攻撃を敢行したのが勝敗の分かれ目となり、浅井、朝倉の陣営はようやく体制に陥った。すでに大事終わると見たものであろう。浅井長政の帰化にその人ありと知られた、 遠藤清門直常は、死兵五十期と共に、まるで一陣の突風のごとく、シー死殿に剣残とばかり、信長の爆栄めがけて突っ込んできた。必死不起の肉弾である。あっと見る間に遮るものを蹴散らし突き伏せ、悪気のごとく殺到した。するとその時、右手にあった徳川の陣から、 黒糸おどしの鎧に鹿の角の前立て打った兜を着て、槍を買い込んだア荒武者が一気。馬を煽って乗りつけながら、第四に。いや珍しい秋江門。三河の国の住人、本田平八郎、忠勝これにあり。相手は悪ぞ、引くなと名乗りかけた。それを聞いた途端。 今まで信長のそばに震えていた平八郎はいきなり飛び上がると。我が君、五条目拝借叫びざま信長の哀場、離島黒の俊足に飛び乗って、まっしぐらに勝って出た。不思議でも何でもない。本田忠勝という名乗りを聞いた刹那。彼の血は初めて劣化のごとく燃え上がったのだ。今日までの屈辱。 人のあざけり、みんな鬼ただかつがいるためであった。同じ名の彼さえいなければ、これほどの恥を受けずとも済んだであろう。畜生、とうとう巡り合ったぞ。平八郎は摂氏した。貴様のために、俺は今日までよを忍んでさえいたのだぞ。違う平八郎、弱い平八郎と下げ澄まれてきたのも、みんな貴様がいたためだぞ。 だが、今日こそ俺は自分になれる。今日こそ貴様に間違えられる心配はないんだ。見て俺。心の内に叫びながら、馬服を蹴って乗りつけると、喉も叫よとばかり。いやあ、遠藤清文よく受けたまわれ。我こそ、小田椎殿の家臣にて、臆病ごめんと言われたる、本田平八郎より継ぐなり。 その首他人にはやらぬ参れーと、名乗りかけた。臆病御免というのは珍しい。消門も驚いたが、先に出ていた本田忠勝は、いきなり自分と同姓同名を名乗られたので、はっと手綱を絞りながら振り返る。その鼻先を、ダーッと疾風のように駆け抜けた平八郎、全身これ弾丸という勢いで、 キえもんなおつねの真正面へ突っかけていった。キえもんは馬首を巡らせて避けようとしたが、平八郎はその隙を与えず、馬ろともに凄まじい勢いで体当たりをくれた。あっと見る間に馬も人ももつれあって転倒する。無論平八郎も二三件放り出されたが、深速に飛び起きると、そのままキえもんに飛びかかって、えいっとばかり首み伏せ、 相手の鎧老子を抜きざま、人たち、二たち、草ずりを上げて刺し通した。実に、瞬く間の出来事であった。自分でも半ば夢中で、力弱る相手を押し伏せたまま首をかき取った平八郎。やったやったと言いながら、それを立ちの先へ貫いて立つ。馬を引き寄せて飛び乗りや、高くその印を掲げながら、 いやあ敵も味方も受けたまわれ天にも届けと叫んだ。浅井家の優勝、遠藤喜右衛門直常は、シー殿の家臣、本田平八郎よりが討ち取ったるぞ徳川家の本田平八郎ではないぞシー殿の家臣、本田平八郎よりどっ と上がる味方の軍勢の称賛の声の中で平八郎は初めて高くその額を上げた今こそ彼は違う平八郎ではなくなったのだ織田家に本田平八郎ありということをはっきりと世に示したのだあっぱれようこそ遊ばしました お姉様のそう言って笑う美しい笑顔が降りあおぐ空にありありと見える浅井朝倉の軍勢は賛を乱して敗走しつつあった時に元気元年6月28日羊の城山本周五郎作 違う平八郎お相手は村上陽でしたではまた